2021年 TS 第5弾12名能力チェックやっていきたいと思います。阪神坪井選手ニート A、 ライトメインで外野適正オール C。 阪神純正の方はニート A のコンボを出せないのであればライトは糸井さん、陽川さん、佐藤輝がいるのでスルーでいいのかなと思います。中日井上選手ニート型、特殊でライト C 可能、チャンス持ち、土下さん持ってればスルーでもいいかも。横浜川村選手称号で請求 A かスタミナ A か全同士可能。広島広瀬選手ニート A 可能、ライトメインだかセンターも限界突破なしで可能。ヤクルト畠山選手称号でパワー A 可能、特殊でファースト B 可能、チャンス持ち。ソフトバンクスアレス選手デフォルトで QA、 限界突破4回で抑え可能。タイピンチ持ち。ロッテ今井選手デフォルトでミート A、 サードのみでサードが B の73、特殊で肩 B 可能、チャンス持ち。西武岸選手デフォルトで9スタミナ A で、さらに称号で81の全動値可能、限界突破4回で中継ぎ可能。 B 球種以上2つ持ち。楽天小山選手称号で QA 可能、限界突破なしで抑え可能。日本ハム武田選手デフォルトで請求 A、 限界突破なしで中継ぎ可能。タイピンチ持ち。オリックス伊藤選手ミート型、キャッチャー適正のみ。巨人久保選手称号で QA 可能、限界突破なしで中継ぎ、限界突破5回で先発可能。ツーシームフォーク持ち、超タイピンチ持ち。以上。